割とそんなわけで、えっ、ー、と、まあ、昨日の動画の続きで今こういう状態なんですけれども、まあ、昨日の動画の内容のね、まあ、続きをちょっとお話したいと思うんですけれども、まあ、ワークショップは2回やったんですね。ワークショップは午前中というか、まあ、10時半、11時半と、十、え、三、ー、13時半、14時半の2回だったかなやったんですよ。で、10時半、11時半の回の時に、まあ、やってね、 えー、まあ質,問質疑応答まで受けて、まああの、他に質問ありませんかって確認したけど、特に、まあ質問がなくなって落ち着いたので、じゃあ終わりにします。ありがとうございました。って終わったのよ。で、その後ね、ちょっとした反省会をやりまして、まぁ、あ、喋る内容とか、まあ大雑把なやり方には問題がないんだけれども、こうした方がもっとスムーズにいくだろうっていうことをね、まあ僕と姉さんでちょっと話し合って、で、それをね、そこの現場の会場っていうか、その、ワーク ショップのの配信会場っていうのかなその設営をやってくださったスタッフにお伝えしてね、こういうことが実現できるとすごくこう分かりやすいんですっていうことがまあいくつかあってね、そのうちの一つは、えーと、参加者の皆さんから質問をチャットで受け付けると。でどういう質問が今飛んできているのかどういうまあチャ、どういう内容が今チャットのタイムラインに書かれているのかっていうことをね、まあ、ちょっと 僕にも姉さんにも見える形で表示できないかっていうことだったんですよ。っていうのは僕はワークショップを進める上でパソコンのモニターを使って、まあモニターフル、フル、うん、フルスクリーンでね、全画面表示で、 えー、まあ、画面共有したりしてね、その、マナバの画面を映してるわけですよ。だそこにこう、その端っこにチャットのタイムラインみたいなのがあっても、それちょっとこう見てられないっていうところがあるしね。で、実際に質疑応答の時間になった時に、質問内容はどういう内容であるかっていうことを、まあ僕は仮に、僕が仮に、そのチャットのタイムラインを見てても、 姉さんは僕が喋ってる声を聞いただけでは、ちょっと、え、さっきのとこどうなってたっけっていうふうにさ、こう振り返りたくなるときもあるわけよ。なので、僕も見えるし、姉さんにもそれが見えるようにするし、できないかなーっていうことを、まあ、ちょっと午前中終わった後の反,、まあ、反省会っていうか、ちょっと話してるときにね、これをその現場設営してくださっているスタッフさんにお伝えしたらね、午後、スクリーンの なんていう教室にあるスクリーンね、あれ、なんだえ、130インチかなそこの教室は。まあそういうこと僕知ってたりするわけですけども、130だと思うけども、130インチのね、スクリーンとこね、チャットのタイムラインがバーン表示されるようになってね、すっげえわかりやすかったです。で、あの、まあだからそれ、これはあの、 参加者の人には全く伝わらないし、全く知るすべもないところなんですけれども、僕らは、その配信する側は、じゃあ次はこの質問に答えますっていうことをね、このスクリーンのここだよ、今これを答えていくよみたいな指さしながらね、やっていったので、まあ午前中よりは姉さんもね、英語に訳しやすかったのかなと思いますね。そしてそれは、えー、仮にね、その質問内容が学ばの細かい機能、細かい設定が必要な場合には、そこに、えー、こう、 一緒にいてくださったサポートスタッフの皆さんがね、一生懸命その、 回答内容を考えるとかあるいは場合によっては調べるみたいなねことが必要になるんですけれどもそこのまあ回答を作る僕であるとかあるいは僕に何らかの情報を提供する人であるとかあるいは僕の回答なり僕の、えーまあ、僕のコメントか回答なりをまあその英訳する姉さんにもねこ一斉に伝えることができるようになったっていう意味にねここにプロジェクターのこのプロジェクターにそのチャットのタイムラインをね映せるようにするっていうね工夫ができたのは素晴らしいですね。 で今回ね、この日本語と英語によるワークショップをやるっていうこと自体も初めてですが、まあこういうやり方でね、まあ教室を使って配信して、そしてまあ、質問に答えるためにスクリーンにこのチャットのタイムラインを映すっていうことをね、考えたっていうのはね、結構大きな前進だと思います。 あのーまあ、この先ね、あのー、将来的にはよ、あのこれ何の約束もしないし、こういう方針が今決まってるわけでもないですけれども、この先ね、まあ、い,ついずれかのタイミング、いつかのタイミングでは対面授業に戻るだろうと思ってますし、まあ、戻る日が来ると思いますけれども、まあ、その後でもね、ワークショップのやり方として、わざわざ大学に来なくてもいいわけじゃない。 そのご自宅から参加でできるわけですよねあるいはその Zoom の録画機能を使って録画することもできるわけですから Zoom を使ったワークショップの在り方について研究するすごくいい機会になりました、ね、実践してね2回やってねでこういうふうなやり方をするとこういう問題点があるとかこうしたらそういう問題点をクリアできるっていうことがね分かったので本当にね収穫多かった だから参加した皆さんが、マナバの使い方とか、マナバに関する疑問点がね、どれくらい解決したかはわかりません。そういった感想はまだ届いてないんですよ。この終わってからまだ4時間ぐらいしか経ったりいからね、4時間、5時間かな、かしか経ってないので、ね、わかりませんけれども。でもとにかくやる側からすると、ワークショップはこういうやり方ができるんだ。そしてこうやることによって、まあおそらく参加者の皆さんにとっては便利だろうとかね、いろんなことが分かったので、本当に分かったですね。なんか昨日の け結論というか繰り返しになっちゃいますけれども、本当にこの、まあ、姉さんをはじめとしてね、職員の皆さんとかスタッフの皆さんのね、知恵を出し合った成果っていうのかなうん、実を結んだっていう感じですよね。まさに結果が出たっていう感じだと思いますけどね。だからそういう意味でね、今回のこのコロナ禍っていうのはね、いろんなことが、まあ、問題になったりとかね、悲しい出来事とかね、残念なこととかありますけれども、その中でね、今回この、 まあ、一つ、こう、知恵を出し合ってね、えー、新しく、こう、できたことっていうのかな、達成できたことっていうのかな、があってね、良かったなと思いますね。これがまた、あのー、ほんのわずかであってもね、大学にね、あの大学にとってもね、いい方向に向かえばないいなと思っています。ほんじゃあまた。